こんにちは、たつくりです。今回は折り紙で桜の花びらを作っていきます。この花びらはとても簡単にできます。正方形の折り紙で2枚作れます。5枚つなげて桜の花にしてもいいと思います。これは 7.5 センチの折り紙で作ったんですが、15センチの折り紙で作るとこれくらい大きくなるので、この上に作品を貼り付けたりしてフレームのように使ってもいいと思います。とても可愛いのでぜひ作ってみてください。他にもたくさんの春の作品を紹介しているので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速作っていきます。まず半分に切ります。上下の端を合わせて折り筋をつけます。折り筋に沿ってハサミで切ります。右の端を左の端に合わせて折ります。左から1枚だけ右下の角から左上の角より少し右まで折ります。折れたら戻します。上の端を折り筋に合わせて折ります。左を1枚だけ折り筋で折ります。裏返します。左右の角を少し折ります。裏返したらこれで桜の花びらの完成です。花びらを5枚作ってつなげると桜の花になります。糊で貼り付けてつなげていきます。右側を1枚めくったところに糊をつけます。もう1枚の端を少し重ねて貼ります。同じようにつなげていきます。これで完成です。もしここが浮くのが気になったら、糊でつけます。この折った部分の端に糊をつけて貼ると綺麗に貼れます。
これで桜の花の完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。